孔子とは、中国において天使が王都の郊外において天地を祀った祭り。円球を築いて合わせて郊素を祀ったことから円球祭とも称する。当時の際には天使が自ら王都の南郊に至って天を祭り、下士の際には天使が自ら北郊に至って地を祭る。大東海元令などに詳しい記述が残されている。 推定値の杉が、本神社官武天皇選定後継美ことの地比日本では、日本初期において、神武天皇が即位後に、鳥見山にて礼事を設置して、講師を行ったとされるが、後世の客色であり、かつその祭礼の記述内容も、中国の講師とは異なるものである。中国の影響を受けて行われた、講師の最初は、 関武天皇の関風化路線の一環として延暦4年11月10日と同6年11月5日に長岡京の南港にあたる河内国片野郡の柏原にて講師が行われたものである。現在の大阪府平方斜辺保護に昭和初期まで存在した小さな円休がその最上の跡だと言われている。講師の際に天皇の実父である公認天皇を合わせて祭り、 また、サ門も、ゼテンジョミカドに次ぐとする中国の孔子の定裁を採用している。これは、中国文化の導入を通じた、律令政治の再建を意図するとともに、天皇の母方である、トライ人系のカズシ一族を通じて、中国文化に親しんでいたこと。 人心の乱以来の天武天皇系皇統が断絶して、天智天皇系皇統が再興されたことを、新王朝創業になぞらえ、新王朝の都である長岡京で天に対して、その事実を報告する意図があったと言われている。その後、文徳天皇の再興3年11月22日から翌日にかけて同じく柏原で、講師が行われている。だが、 この時にはすでに平安京に線として久しく、一応柏原も平安京の難攻ではあるとはいえ距離的には離れており、なぜ平安京から見てより近い土地に新たに祭壇を設置しなかったのか、延暦6年以来70年余り行われた記録のない講師が復活したのかなど謎が多い。しかも日本の歴史上外市が行われたと確認できるのは、 遠略の2回と最高の1回を合わせた計算回のみであり、実際にこの3回しか行われなかったと見られている。日本における公私開催の経緯をめぐっては多くの謎が残されている。ありがとうございます。